はい、どうもこんにちは、ハヤトです。どうもこんにちは、クルトンです。さあ、やっていきましょう。ハヤト VS クルトン、ご参加を。周辺、イェイ。じゃあ、いい一種だったね。いい一種だった。絶対皇帝彼女。マジかよ。100% 皇帝彼女。さあ、やっていきましょう。いつものやつです。いつもの、ただただ、ハヤトがクルトンをしばくだけの回。かっこ2勝2敗。せちがない。うん。もうね、完全に、まあ、第2、第3。そうだね、2と3で負けてたね。2は、プレミだろ？ハヤトプレミ。応援も確かプレミしたはず。だって、おきりする。バシーも出す。バシーも出す。吠える。あー、吠える撃たれて。何が出てきたんだっけ？確かラグ。ラグだっけ？そう、ラグが出てきて、ラグであくびしたのか。で、俺が身代わりで透かして。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。なんか、その後、ひどいミスをした気がするんだよね、私。ちょっと、こっから先覚えてるね。氷技、冷凍パンチかなんかを。思い出した、思い出した。食らいに行っちゃったんだ。そうだ、そうだね、そうだね。ガスタで。ガスタじゃねえや。樹海で。樹海で、そう。あれは、まあ、プレミもあるけど、完全に噛み合わったね。そうだね。噛み合ってた。ハヤトのやりたいこととクルトンのやりたいことでクルトンが上手取ってたね。そうだね。なんか、マッチしてたね。うん、俺に方に。完敗だった、あれは。うんうんうん。プレミもあるけど。うん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 。そうね。これ、一周編、どう？自信ある？全くない。マジで？これ、勝つで。自信あり。これ多分負けないと思う。うん。自信ありだ。ね、ありね。ある。うんうんうん。うんちょっとね、ジャローダはいいとして、他2体がマジでどう育成すればいいか本当にわからなくて。瞑想に瞑想を重ねた結果、すごい微妙な形になっちゃってる。ジャローダ瞑想すると CD 下がるね。瞑想はしないよ。あ、瞑想重ねるんじゃない？うん、瞑想は重ねるんじゃない瞑想してんの俺や。あ、そっか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 。なるほどね。ジャローダ、目、キモ。あは？ヘビはこんなもんだろ。まあ、じゃあヘビ全体なんだけど、だとしたら。ジャローダはこの中で一番かっこいい。え、ヘビって目まん丸だよ。ジャローダ丸くね？あ、丸くないわ。まあ、ジャローダはこの中で一番かっこいいから。え、ウッドでしょ？一番かっこいいよ。なんか野菜みたいじゃん。俺全御三家の中で一番フォルム嫌いなんだけど。ジャローダ？うん。え、だって、野菜じゃん。え、多分上から、アンケート取ったら上から来るよ、多分こいつは。上から来るの？上から来るよ。上から来るってことは下に降りてってんじゃん。間違えた。上から数えた方が早いよ、多分。マジで？多分、多分。え？少なくともこの3体の中でアンケート取ったら多分ジャローダかかってる。まあまあまあ、それを言われると確かにそうかもしれないけど、なんだろう、それってさ、ケムシとハエと俺だったら俺が一番強いよって言ってるようなもんじゃん。まあそうだけど、それは他の2体にも失礼だろ。あ、そっかそっかそっか。ファンはいるから。あ、なるほどね。発言にはね、気をつけないとね。気をつけないとね。まあやっていくか。ジャローダー、お友達たち。それに異論はないわ。そうっすね。うん。ここもと思ったけど、その通りだ。その通り。うん。どうする？じゃあ、ヘビニラミだけ禁止する？それはあかん。もう技バレちゃったけどさ。それはあかん。あ、そう、そう、そう、わかった。せめてやる前にってよ。だいぶ前に言ってんじゃん。あ、ごめん、間違えた。まだ変えられる。ああ、まあそうだね、そうだね。どうする？いや、入れよう。入れよう。ヘビイナミや。ちょっと他の技も浮かばんわ。うん、もう浮かばん。でか。そうだね、ステラバースト打てないしね。ああ、そうね。ステラバーストをゼロが使いたい。使いたいっていうか見たい。うん、うん。早くやってよ。あはクルトン会で。はい。俺あれが見たい。用意します。自分で言う、こっちから言っちゃったらあれだけど。うん。まあね。とりあえず、じゃあ、試合やっていきますか？はい。さあ、それでは、本編、レッツ、ゴー！さあ、それでは、VS クルトン、新王、違う、一周編か、やっていきます。ウィッシュ編ですね。やっていきます。今回使っていくポケモンは、こちら。まあ、そろよな。御三家王なんだからな。ジャローダ演武を大元気。大元気だからね。みんな間違いないよね。茨城じゃなくて茨城みたいな。大元気じゃなくて大元気。間違いないよね。ここ大事だからね。さあ、今回初手に投げていくポケモンはこちらです。演武王。参ります。演武王から投げて、
正直ね、大天気いろいろ考えたんだけど、これね、俺の今回の肝。大天気いろいろ考えましたが、彼が強く戦うには、何か積み技を積むしかない。おそらく剣舞。相手も、あいつもそう考えてると思う。なので、純速ではありますが、多分上から取れる。上取ってあんこ決めに行きます。大剣気が初手に出てきた場合ね。ジャローダまたは炎武王だった場合は、このテラスでフレアドライブ打っていきます。これが今回の勝ち方。で、ジャローダ、初手ジャローダ対面を考えたんだけど、ジャローダ対面、道徳で睨みまたは身代わりの打ち合いがめちゃくちゃ弱いなと思ったので、今回は、手に出さずに、ジャローダを倒せる方法を考えた結果、フレアドライブ。炎武王の捨て身、ガーフ、フレアドライブ。これで最速にしたことによって、最速ジャローダを抜いております。これで戦っていこうと思います。まあ、ね、あとはね、ビッと決めてやりますよ。多分勝つ。やっていきましょう。さあ、それでは、クルトン君、対戦よろしくお願いします。で、炎武王、ミラーになった場合は、スカーフ、そのテラフレアドライブ、フレアドライブ2発で、HB に振ってない限りは落ちます。落として、後から出てくる大剣気を合わせてあんこ、または、やっぱだ、もうありだな。でも、0B 持ってそうだしな。まあ、大剣気は大剣気で合わせるか。で、上から、アンコールするか、剣舞で追っかけていくかのイメージでやっていきます。多分ね、大剣気、また見たんだけど、アクタイプない通常の大剣気だと、メガホーン等倍だから、取って落ちることはないと思うんだよね。剣舞積んだとて。さあ、それでは、クルトン君、対戦よろしくお願いします。どう？これ、メタルてない？純速大剣気のアンコールはさすがにいないと、おー、マジか。これどうしよう。レドラって言ったけどさ、確かに俺。いいか、やるか。うん、近いなぁ。いや、やります。フレアドライブ。男らしく行こうぜ。これ何してくるの？書店に出てくる大剣気って。全く知らんだけど。で、次ジャローダを出させないっていうのが今回のゲームプラン。あとのゲームメイク。どうだ？手に発は取れてる。投げつける。まずいね、それは。電気玉投げつける。あ、そんな技覚えた。血持ってんの？持ってたら手間である。うわあ。え、っていうか速さが下がらなければこっちの方が上だった。殴りこの技フレードラ投げつける。あと1なんだ。自信はないってことが分かった。まあいいか、フレドラ打っていくか。いや、スケークだったか。ちょ、なるほど。え、これさ、なんかあんまり相手をしてもおいしくないね。え、見とちゃうってきた、あいつ。じゃあ、ジャローダ行こう。ジャローダ行って、あいつ、そうだよな、まあ、ジャローダだよな。最速ジャローダで、相手の身代わりより上から、睨み入れるっていうのが、多分一番勝ちに近づくと思うんだよね。これでどう？おっ、上から入る。身代わり押してくんねえかな。
身代わりをしてくんねえかな。これはあるで、これはあるで、これはあるで。見つけるか、演武を。全くイメージになっちゃったわ。これ身代わりしていきまーす。これは安心安全だからね。上から身代わりできる。群衆ヘビ。これ痺れマッチ。リーフストーム。急所、それはまずい。さあ、特攻が上がる。見てろよ、クルトン。あ、そうだ、俺ガクッと下がっちゃうんじゃん。あ、俺も上がると思ってた。待って、じゃあとりあえず相手が痺れるまで待ちます。あくまでも待ちましょう。そっかそっか、オッケー、痺れた。でこれで相手の身代わり壊しに行きたいな。急所当たってくんないと割れないからね、気をつけて。ごめんよ、俺ビフトーム上から打たせる予定だったのに。あぶな、負けるとこだったぜ。で相手が4段階上昇、さすがに落ちるわな。抜群ってことだ。負けなので、いやもう身代わり続けるしかないのか。お願いします、頼む。痺れない。痺れてくんね、頼むよ。どうだ、頼む。なんで俺トントンだよ。これ勝ったと思ったのに。お願いします、お願い、お願い、しびれて、お願いだ。いや、まだまだまだある、まだある、まだ上からリーフストーム当てて、このターン相手がしびれてくれればワンチャンある。取れてよ、あれ、もしかして、あ、OKOKOK、 しびれて、あばば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 、そう、世界で一番ポケモン下手くそ。このモノマネハブいいなと思ったのに、ダイトスに続き肝心なところで何もできない。いや、動かないことを願うしかないよな。うまい、役が勝った。これで、激流発動させて、あ、よかった！急所とかで落ちるだろ。これもしかして絶対負けってやつ？しびれ、アンコール、
大剣気が出てきた時に、これで仮にアンコール決めるじゃん。相手がしびれて、勝ち筋は相手のしびれまずあるとしたらね。でそこにアンコール決めるじゃん。相手が出てきた初手で、あ、だからアンコール決めて剣前3、あと2回積むしかないんだ。攻撃技だった場合、攻撃技をアンコールしちゃうの。どうなんだ、出て。これ剣前するじゃん。もう勝ちはない。いやー、モノマネハーブだったな、完全に。マッチモノマネハーブだな。相手が悪事持ったら絶対負け。お願いします。なんかの間違いで全然ダメやな。まあ負けですね、負けですね。あのモノマネハーブです。いやいやー、やったわ。さあ、ちょっと対戦ありがとうございました。ありがとうございました。しやがったな。ちょっと笑わせないでよ。リュウソンのとこ笑っちゃったじゃん。あれね、上がると思ってた。上がると思ってた。ちょっと笑っちゃったんですけど。モノマネハーブもう調べもしなかった。もう調べたらそれね、そうだね。なんで下がってんだと思って。ちょっと俺甘えり的な技くれたのかなって見てない間に。ルーストもよしよしよしとか言ってきた。ゲーム、あれ初手誰が繰り読みの演武なの。誰でもよかった、誰でもよかった。ジャロードだったらニトロチャージで、あのアクアカッターだったら HB だから一発耐えるから、まひらせて退場、まひらせてローキック一発食らせるとか。で炎棒ミラーはそう投げつける。だからあの炎棒は本当に誰が相手でも大丈夫、まあ、アクアカッター急所とかではない限りは耐えるから。で身代わり大研究、身代わり大研究はもうしゃあない。あ、しゃあ、あ、それはもう知らない。出る気。身代わり覚えてたん？まあ、俺も大剣気。覚えてた。途中でやめた。完璧な演武だと思ったんで。あれ、何？鉢巻き？スカーフ。おいへぇー。そう、テラス切ってきたから、あの時に。おったまげでしたわ、あれは。うん、はぁ、はぁ、はぁ。え、あれはなんでテラス、フェラドライブ打ったの？ジャローダーが出てくるから、倒した後で。あ、もう倒せるっていうあれだったんだ、前提だった。牽制は済ましたよ、ね、うん、そう、確定に発で落とせるから、ジャローダ出てきて、ジャローダを上からフレアドライブできる。え、あれさ、フレアドライブした後さ、反動ダメージプラスこっちのインファイトで落ちるってことない？落ちるよね、多分。ええってことでしょ。基本的に初手に出てきてそんなに効果力技を打ってくるとは思ってないんだけど。ああ、耐えないのかな。ね、ちょっと待ってね、計算したんだよ。確か 70% とかだった気がするんだよね。炎棒のインファイトが。炎棒と炎棒。うん。60% だか 70% とかそのくらいだった気がする。あ、じゃあ、耐えるのか。さすがに反動で 30% も食らないもん。うん。なるほど、なるほど。何より、クルトンが初手に来る。出してくる炎武王が素直にアタッカーだとは俺は、まあ思ってない。そうだね、そうだね。から素直なアタッカーを置いた。あ、逆にね、うん、クルトンは素直なことなんていうの、もうそのなんか極端なこと考えてないから。HD チョッキリザードンとか。はいはいはい、はい、そう。あ、じゃああの電気玉ハマったのか。そう、うわーと思って終わったと思って、うんうんうん、あの電気玉で俺の中ではもう負けた。なるほどね、うん、なるほどね。で、なんか嫌がらせのように、で、ジャローダでまくれると思ったら、うん、上からエビニラミサイ決まれば、あ、そうだね、同族勝負だね、
隠れると思ったら、あの、なんか特攻下げ、下がった。ホテルだから、もう。それはマナショックなんだからね。こっちの特攻が上がったら下がるよね。モノマネ、そけ。モノマネ、歯、ブリ見てんだから。ああ、食べ残しかーと思って。先生で食べ残しが発動したんだと思って、天候高校だったじゃん、うん、あ、先生で食べ残し、向こうの方が早かったんだなと思いながら。なんか、しがみ段階下がってる。あの、麻痺してるから、必ずこっちが。あ、そっかそっかそっか。先なんだ。あれもだってどうするが作ったやつでしょ。うん。あ、違う、一から作った。だって、中国語だったでしょ。ああ、確かに確かに。うん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 。こうね、ね。で、だってあげた。あと、草テラス。ああ、よかったよかった。とか、まあ、遠望でテラス切ってるからね。別に他のやつら、何テラスでもよかったんだけどさ。はい、乾杯です。はい。絶対勝ってると思ったんだよ、この試合。もう600回ぐらい脳内対戦したから。うん。嘘、4回ぐらい。ああ。誰から来ても勝ちだって。自信なかったけど、なんか勝ったわ。ちなみにさ、第一剣気、積み技入れてる？積み技しか入れてない、ほとんど。アクアカッターワンウェポンだ。え？アクアカッターワンウェポン、うん、で、S は最速。最速？最速。あ、じゃあ負けてたかもしれない。負けました。3敗、2勝3敗。同率。ん？違うの。アーテンね。2勝3敗だね。5世代の。そうだね。今5世代だね。勝率4割。じゃあ俺6割じゃん。うん。最優秀勝率投手目指せる。山本由伸、大谷翔平、クルトン、3本柱できちゃうよ。ドジャースの。俺もついに世界に羽ばたく時が来たか。羽ばたく時が来た。羽ばたく来ると。羽ばたく来る。では本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。それでは、See you!